はい、皆さんこんにちは。小さなパン工房です。だんだん日差しも強くなってきて暑くなってきましたよね。そうすると温かい飲み物から今度は冷たい飲み物とか、いろんな各地でお土産を買った時に冷やしておきたいもの、そういったものあると思うんですけれども、今回はこちらの小型の冷蔵庫を紹介したいと思います。はい、私はですね、今冷蔵庫を3台持ってます。一番小さいので、9リッター、その次が21リッター、そして30リッターの冷蔵庫を持っています。で、今回ご提供いただいたのはこちらの8リッターの一番小さな冷蔵庫になります。そしてこのように幅も薄くて縦長の冷蔵庫になります。去年とかですね、いろんなインフルエンサーの方が紹介されていたと思うんですけれども、薄型で縦型の冷蔵庫いいなと思ってたんです。すごい私欲しいなと思ってたんですけれども、そう思ってるうちになんか売り切れ続出になってまして、どうしようどうしようって言ってる間にもう涼しくなってしまったので、ちょっと諦めていたんですけれども、今回こちらバージョンアップしまして、なんとですね、こちらの冷蔵庫にこのように内蔵バッテリーがつくようになりました。こちらは充電式のリチウムイオンバッテリーとなっています。こちら 15,600mAh ございます、容量が。前回ですね、5泊6日の東北旅に行ってきたんですけれども、その時にこちらの冷蔵庫を持っていかせていただきました。では今日から東北の旅に出かけます。こちらの冷蔵庫、21リッターの冷蔵庫なんですけれども、こちらを積んでいこうと思っていましたら、こちらをいただきましたので、今回の5泊6日の旅に、東北の旅にこれを連れて行ってみようと思います。はい、中身はですね、このようになっておりまして、ペットボトルが入るようになっています。でこちらが水を入れて冷凍しておくと保冷効果があるというものですね。今回はそんなに寒くないので、こちらは使わずにやってみようと思います。こちらの特徴といたしましては、充電式リチウムイオンバッテリーとなっております。充電しておけば電源なしでこちらの冷蔵庫が冷えるという仕様になっております。はい、でここで今充電中のサインが出ております。で、今は冷蔵庫の電源は入ってなくて充電だけしてるんですけど、このように電源を入れながらでも充電することができます。はい、3度ぐらいにしておきましょうか。3度にしておきますか。はい、で今電源を切って充電をしばらくしておきたいと思います。昨日の夜からこちらの冷蔵庫を稼働させておりまして、中には買ったお土産やこういう甘酒なんかを入れて保管しています。こちらの容量は8リットルで小さめサイズなので、キャンピングカーの中でも場所を取らずに置いておくことができます。今はポタ電から電気を取って使っていますが、充電しておけば電源なしで使うことができる優れものです。こちらですね、充電するのはここですね。こちらのこういったアダプターを使って DC と AC とございます。で、今回はこちらをシガーソケットにつないで走行充電したり、持参していった小さなポタ電から給電したり、軽キャンピングカーの中のサブバッテリーから給電したりしていました。今回はですね、飲み物とか、あとお漬物とかフルーツとかをこの中で保冷しておきました。もうずっとつけっぱなしでした。というのも、冷蔵庫をずっと24時間つけっぱなしにすると結構電力って使うんですよね。1時間2時間ぐらいならそんなに電力使うって感じはしないんですけれども、
5泊6日ですよね。それずっと給電し続けるとなるとポタ電一つでは足りなくなっちゃいますよね。なので走行充電したりして使っていたんですけれども、じゃあ走行充電しない間とか就寝している間、こちらやっぱり電力使いますよね。その時にですね、これがすごく便利でした。はい、はい、今回こちらの細長い薄型の冷蔵庫なんですけれども、一人旅の時にはこちらの助手席に置くこともできますし、そしてもう一点、私がこれハッピーワンにというか軽キャンにいいなと思ったのがですね、こちらなんですとですね、開けますね。そうするとこの下駄箱とこの助手席の間、ここ隙間があるんですよね。でこの隙間にこれぴったりくるんじゃないかなと思って去年から目をつけていたわけなんですよ。と言いますのも、ベッド展開するときですよね。寝るとき。このようにベッドが来るわけなんですよ。ここのね、ここの隙間に、これが入ると。で、ちょっと前、上げますね。はい、どうでしょうか。こちらで、ぴったり挟む、はまりました。このように。そうすれば、冷蔵庫の置き場所にも困らないということです。はい。狭い軽キャンではやっぱり荷物の置き場所がどうしてもこちら辺に固まりますので、こちらに荷物を置いて冷蔵庫も細くて邪魔にならず、そして夜の間はこちらのバッテリーを稼働させて電源にも困らないと、これいいんじゃないかなってすごく思います。今年の夏はこちらの冷蔵庫を持って旅に出たいと思います。ということで今回の旅、こちらを使わせていただいたんですけれども、とっても便利でコンパクトなので、これから私こちらの冷蔵庫を持ち歩くことが多くなるかなと思います。一人旅なんかでは特にこちらだと思います。大人数で旅行するときとか、あとキャンプに行くときはですね、こちらではやっぱりちょっと小さいので食材をいっぱい入れるときですね、そのときは大型の冷蔵庫を持っていくことになると思います。私これで4代目の冷蔵庫になりますが、用途用途に合わせていろんなものを、今回はこちら、今回はこちらという風にいろいろなシーンで使い分けしていけたらいいなと思っております。はい、こちらの冷蔵庫とってもお気に入りになりました。概要欄に詳しく載せておりますので、よかったら見てみてください。ではいつもご視聴ありがとうございます。皆さんのコメントとても励みになりますので、またよかったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントをよろしくお願いいたします。ではいつもご視聴ありがとうございます。さよなら。チャンネル登録よろしく。よろしく。そうですね。よろしく。よろしくね。よろしく。